インターネットの歴史は1960年代のパケット通信の研究から始まる技術的な系譜で定義される。直接的な関係はないが、国際的な通信網はインターネットが初めてではなく、電信網が初めてである。19世紀後半には、世界中に電信網が張り巡らされ、モールス信号による低速度な符号ベースの通信が行われていた。 1940年代までコンピュータは存在せず、電信局の局員による、モールス信号の打鍵あるいは交換機で、遠隔地にメッセージが転送される方法が主であったが、その時代にも、電子商取引や、新聞の伝言スペースへの文章投稿などは行われていた。電信の後に音声を伝達できる電話が考案され、1950年コンピュータ間の、 通信や端末との通信を行うようになった。インターネットを支える基本技術の一つである初期のパケット通信の研究が始められたのは1960年代からであり、人類の国際的な通信網の歴史からすると比較的後発である。アーポネットイギリス国立物理学研究所のマークアイシクラディーズ、メリットネットワーク、タイムネット、 テレネットといったパケット交換ネットワークが1960年代末から1970年代、初めに開発され、様々な通信プロトコルを用いていた。中でもアーポネットは、複数のネットワークを相互接続し、ネットワークのネットワークを構築する、インターネットワーキングのためのプロトコルの開発へと乗り出した。1982年、 インターネットプロトコルスイートが標準化され TCP、IP を採用したネットワーク群を世界規模で相互接続するインターネットという概念が提唱された。ARPO ネットへの接続は1八十一年にアメリカ国立科学財団が CS ネットを開発した時に拡張され、さらに1八十六年に MZF ネットが全米各地の研究教育機関から 複数のスーパーコンピュータへの接続を提供した際にも拡張された。営利目的のインターネットサービスプロバイダが1980年代末から1990年代に出現し始めた。a r p ネットは1990年に役目を終える。1995年に InzF ネットも役目を終えると、インターネットの商業化が完了し、 インターネットの営利目的の利用についての制限がなくなった。1990年代半ば以降、インターネットは文化や商業に大きな影響を与えている。電子メールによるほぼ即時の通信、インスタントメッセージ、VOIP による電話、ビデオチャット、ワールドワイド、ウェブとそれによるインターネットコミュニティ、ブログ、ソーシャルネットワーキングなどが インターネットによって可能になった。研究教育コミュニティはさらに開発を進め、NSF の VBNS、インターネットに、ナショナルラムダレールなどの進化したネットワークを使っている。増大するデータ量が1、1ビット s 1 0ギガビット s 1 0 0ビット s 2 0 0ビット s 4 0 0ビット s 等で動作する。 光ファイバー網の上でますます高速に転送される。増大するオンラインの情報、知識、小取引、娯楽などに借り立てられ、インターネットは成長を続けている。試算によれば、1993年時点世界規模のネットワークを生み出すきっかけを作った先駆者 J-CR リックライダーは、そのアイデアを1960年1月の論文マン、 コンピューターシンバイオシスで明らかにしている。交代域の通信線で互いに接続された、そのようなネットワークは、今日の図書館のような機能とともに、情報格納、検索などの記号的機能を進化させると期待される。JCR リックライダー、1962年8月、リックライダーとウェルデン・クラークは、論文オン、ラインマンコンピューターコミュニケーションを発表。 ネットワーク化された未来を描いた初期の文献の一つである。1962年10月、ARPA 局長、ジャック・ルイナは新たに創設した部門である、インフォメーションプロセッシングテクニクスオフィスの部長として、リックライダーを雇い、シャイアン山とペンタゴンと作本部にあったアメリカ国防総省のメインコンピュータ同士の相互接続を命じた。そこで、リックライダーは、 ARPA 内で非公式のグループを結成し、コンピュータの研究を進めさせた。イプとスタッフへのメモで分散ネットワークを描いており、その中で部下や同僚たちを銀河間、コンピュータネットワークのメンバーと関係者と呼んでいる。イプとの役割の一部として、三台のネットワーク端末を設置した。一つは、サンタモニカのシステムでベロップメントコーポレーションに、一つは、 カリフォルニア大学バークレー校のプロジェクトジニーに残る一つはマサチューセッツ工科大学の CTSS プロジェクトに接続した。この設備の無駄からリックライバーの考えるインターネットワーキングの必要性が明らかとなった。この3台の端末はそれぞれユーザーコマンド群が異なっていた。 だから私が SDC の誰かとオンラインで話をしていて、バークレーあるいは MIT の誰かと話したいとき、SDC との端末から離れて、別の端末にログインして連絡する必要があった。何をするのかは明らかだが、私はそんなことをしたくない。インタラクティブコンピューティングが可能なら、一つの端末でどこにでも接続できるべきだ。このアイデアが、アーポネットだ。 ロバート W テイラー、リックライバーのザ・コンピューターズ、A コミュニケーションズデバイスの協調者が、ニューヨークタイムズのインタビューで語った話、彼は1964年に、イプトを離れ、アーポネットが誕生したのは、その5年後である。しかし彼のネットワークのビジョンが、ローレンス・ロバーツや、ロバートテイラーといった後継者を、アーポネット開発へと導く、原動力となった。 1973年から2年間、リックライダーは、イプトの責任者として復帰している。問題は、結局のところ、個々の物理ネットワークを連結して一つの、論理ネットワークを形成する方法ということになる。1960年代、ランド研究所に在籍していたポール・バランは、アメリカ軍の委託を受けて、故障への耐性が高いネットワークの研究を行った。 バランは転送すべき情報をメッセージブロックと呼ぶ単位に分割することにした。バランとは別にイギリス国立物理学研究所のドナルド・デイビスがパケット交換と呼ぶ方式で似たようなネットワークを提案し開発しており、用語としてはこちらが定着した。レナード・クラインロックはこの技術を支える数学的理論を構築した。パケット交換は 特に資源が限られている相互接続リンクでは、電話で使われていた回線交換技術よりも、帯域利用率が高く応答時間も短かった。パケット交換は、素早いストアフォワード型のネットワーク設計で、メッセージを任意個のパケットに分割し、パケットごとに送信経路を決定する。初期のネットワークは、メッセージ交換システムを採用しており、 固定の経路構造を必要とするため単一障害点を持つ傾向があった。そのため、ポールバランの研究では、ネットワークに冗長性を持たせようとした。そこから、インターネットは、核攻撃に耐えられるよう設計されたという、都市伝説が広く流ふすることになった。ARPA のイプトの責任者に昇進した。 ロバート・テイラーは、ネットワークシステムの相互接続というリックライダーの考え方を実現しようとした。MIT からローレンス・ローバーツを呼び寄せると、そのようなネットワークの構築プロジェクトを開始。最初のアーポネットのリンクは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校と、スタンフォード研究所の間に確立された。1969年10月29日22時30分のことである。 私たちは SRI との間に電話回線の接続を設定したとクラインロックはインタビューに答えていった。私たちは L と打ち込み電話で尋ねた。それでもこれが革命の始まりだった。1969年12月5日までにユタ大学とカリフォルニア大学サンタバーバラコを加えて4ノードを相互接続したネットワークになった。 アロハンネットで開発されたアイデアに基づき、アーポネットは急速に成長する。1981年までにホスト数は213に増え、およそ20日に1台のペースで新たなホストが接続されていった。アーポネットは後のインターネットの技術的中核となり、そこで使われる各種技術を開発する場となった。アーポネット開発の中心となったのは、 リクエストフォーコメンツプロセスであり、インターネットとなってからも、プロトコルやシステムを提案し広める手段となっている。ホストソフトウェアと題した RFC1 はカリフォルニア大学ロサンゼルス校のスティーブ・クロッカーが、下記、1969年4月7日に公開した。この頃のことは、1972年のドキュメンタリー映画コンピューターネットワークス。 ザ・ヘラルズ・オブ・リソース・シェアリングに描かれている。アーポネットでの国際協力は、その段階では、ほとんどない。いくつかの政治的理由により、ヨーロッパの開発者たちは、X25 ネットワークの開発に関わっていた。例外として、1972年に、ノルウェー自身 KRA がアーポネットに接続し、1973年には、スウェーデンのターヌム地上局が、 衛星通信のリンクで接続。同年イギリスのピーター・ティー・カースティンの研究グループも接続しており、当初はロンドン大学の計算機科学研究所だったが、後にユニバーシティ・カレッジロンドンに移った。1965年、イギリス国立物理学研究所のドナルド・デイビスがパケット交換に基づく全国的なデータ網を提案した。政府は、 この提案を採用しなかったが、1970年までに、デイビスは、マーク、アイと呼ばれるパケット交換網を設計、構築し、多くの学問領域にまたがった研究で使えるように、してその技術が実用可能であることを示した。1976年には12台のコンピュータと75台の端末装置が接続され、 1986年にインターネットに置き換わるまで成長し続けた。メリットネットワークは1966年、ミシガンエデュケーショナルリサーチインフォメーショントライアドとして、ミシガン州の3つの公立大学でコンピュータネットワークを研究し、ミシガン州の教育や経済の発展に寄与することを目的として創設された。設立資金はミシガン州と、 アメリカ国立科学財団が出し、ミシガン大学、アナーバーコートデトロイトのウェイン州立大学にあった IBM 製メインフレームシステム間をパケット交換網で相互接続し、1971年12月にはデモ公開した。1972年10月、イーストランシングにあるミシガン州立大学の CDC 製メインフレームとも接続し、 三者の相互接続が完成。その後数年間で、ホスト同士の対話型接続に加えて、端末とホスト間の接続やホスト間のバッチ型接続や、対話型ファイル転送にも対応する溶改良を加えた。また、タイムネットとテレネットとの相互接続、X25 ホスト連結装置対応、X25 データモードのゲートウェイ イーサネット対応などを加え、最終的に TCP、IP に対応し、ミシガン州内の他の公立大学もこのネットワークに加わった。これらすべてにより、1980年代中頃に始まるズフネットプロジェクトでメリットが重要な役割を演じることになる。シクラディーズ、パケット交換網はフランスの研究ネットワークであり、ルイ・プザンが設計し、 構築を指揮した。1973年に初公開。初期のアーポネットとは別の設計を模索したもので、ネットワーク研究全般に対応していた。データ配送の信頼性を、ネットワーク自身ではなくホストの責任で保障するという考え方を初めて示したもので、信頼できないデータグラムとエンドツーエンドのプロトコル機構を採用している。 ARPA の研究に基づき国際電気通信連合がパケット交換網の標準化を開始し X25 と付随する企画案が提案されたパケット通信を使っているが X25 は従来の電話回線をエミュレートする仮想回線という考え方で成り立っている1974年イギリス国内の学級機関を相互接続するサークネットで X25 を基盤とし、それが後に、ジャネットとなった。ITU の最初の X25 企画は1976年3月に、承認された。1978年、イギリス郵政省ウエスタンユニオン、タイムネットの3社が共同で世界初の国際パケット交換ガムをインターナショナルパケット、スイッチットサービスを構築。 このネットワークはヨーロッパ及びアメリカ合衆国で成長し1981年までにカナダ、香港、オーストラリアをカバーするようになった。1990年代には世界規模のネットワーク基盤となっている。アーポネットとは異なり X25 は主にビジネス用途で使われた。テレネットは主に企業をターゲットとして テリメールという電子メールサービスを提供していた。公衆網内で運用される就寝装置に達するために、初期のパソコン通信では、非同期の T 端末プロトコルを採用した。コンピューサーブなどのネットワークは、X25 を使って、複数の端末のやり取りを多重化し、パケット交換バックボーンに送り込んでいた。タイムネットなどは独自のプロトコルを使っている。 1979年、コンピューサーブは、世界で初めて、パーソナルコンピュータの利用者向けに、電子メールサービスと、技術サポートの提供を開始した。また、1980年には、世界初のリアルタイムのチャットシステム c b シミュレーターのサービスを開始している。他の同様のネットワークとして、アメリカオンラインやプロビジがあり、同様にコミュニケーション、コンテンツ、 娯楽などを提供している。また、多数の草の根 BBS もオンラインアクセスを提供しており、それら BBS 間のネットワークであるファイドネットは、趣味のコンピュータ利用者の間で人気となった。1979年、デューク大学の学生トム・トラスコットとジム・エリスは、近くのノースカロライナ大学チャペルヒルコートのシリアル回線上で開発されたばかりの U アセピオ、 使ってニュースやメッセージを転送する簡単な防音シェルのスクリプトを書いた。このソフトウェアを公開すると、U アセピホストで構成されるメッシュがニュースを次々に転送するようになり、ネットニュースが誕生した。後にこのネットワークをユープネットと呼ぶようになり、ファイドネットとそれを構成する草のね BBS とも相互接続するようになる。 このネットワークはコストがかからないため急速に広がり、電話回線、X25 の回線、さらにはアーポネットも巻き込むようになる。草の根的に始まったため、後の CS ネットやビトネットに比べると明確なポリシーがない。1981年には URCP ホスト数は550となり、1984年にはほぼ倍の940となった。TCP。 IP 評価ネットワークのマップ数々のネットワーク技法が乱立しており、誰かがそれを統合する必要があった。ダーパとアーポネットのロバート・イーカーンは、スタンフォード大学のビントン・サーフを招き、二人でこの問題を検討した。1973年、彼らの改善案の基本が完成した。それは、 ネットワークごとのプロトコルの異を共通のネットワーク間プロトコルで隠蔽し、アーポネットのようにネットワーク自体が信頼性を保証するのではなく、ホストが信頼性を保証するというものである。サーフはこの設計について、ユベール・ジメルマン、ジェラルド・レーロン、ルイ・プザンの業績が影響を与えたとしている。その結果生まれたプロトコルの使用は、 RFC675 スペシフィケーションオブインターネットトランスミッションコントロールプログラムとして1974年12月に発表された。その中でインターネットワーキングの短縮型としてインターネットという語が初めて使われた。その後の RFC でもこの用法を踏襲したため、この語が形容詞としてよりも名詞として定着するようになった。 スタンフォード研究所のパケット無線版。最初の3つのネットワーク間の転送実験時のサイトの一つネットワークの役割を必要最小限に低減させたため、どんなネットワークでも相互接続可能となり、カーンの考えていた問題を解決することになった。ダーパはプロトタイプ版ソフトウェアの開発に資金提供することに合意し、数年後、スタンフォード研究所が サンフランシスコ米エリアのパケット無線ネットワークとアーポネットとのゲートウェイのデモンストレーションを行った。1977年11月22日にはアーポネット、パケット無線ネットワーク、大西洋パケット通信衛星の3つのネットワーク間のデモンストレーションを行っている。1974年の TCP の最初の使用から、 九百七十八年中頃以降に TCPIP がほぼ最終的な形となって出来上がった。九百八十一年には関連標準が r f c 七七百九十一、百九十7七百九十三として公表され、実際に採用された。DARPA は様々なオペレーティングシステムでの TCPIP 実装の開発を支援、促進し、 保有する全ホストのパケット網を TCPIP に移行させることを計画。1983年1月1日、a r p ネットを従来の NCP プロトコルから TCPIP プロトコルへと移行させた。a r p ネットを立ち上げて運用し続けて、数年後 ARPA はそのネットワークを任せられる他の政府機関を探していた。ARPA の主たる使命は、 先端的な研究開発への支援であり、コミュニケーションの道具を運用することではない。1975年7月、アメリカ国防総省のアメリカ国防情報システム局が引き受けることになった。1983年、アーポネットのアメリカ軍関係部分を分離して、ミルネットとした。ミルネットは、その後、秘密ではないが、軍専用のニップネットと、 機密レベルの情報を扱うシップネットと極秘レベルのジックスとに分離された。ニップネットには一般のインターネットとの間にセキュリティ制御されたゲートウェイがある。アーポネットに基づくこれらのネットワークはアメリカ政府が資金を出しているため研究などの非商用利用に制限されており無関係な商用利用は厳しく禁止されていた。このため当初は 軍関係と大学のみが接続できた。1980年代には他の教育機関も接続されるようになり、各種研究プロジェクトへの参加や支援を理由に DEC やヒューレット・パッカードといった企業からの接続も増えていった。アメリカ合衆国連邦政府の他の機関、航空宇宙局、国立科学財団、エネルギー省は、 インターネット研究に深く関わるようになり、a r p ネットの後継となる、ネットワーク開発を開始した。1980年代中頃、この3社が、TCP、IP に基づく、初のワイドエリアネットワークを構築した。NASA が構築したのは、NASA サイエンスネットワーク、NSF が構築したのは CS、CS ネット、DOE が構築したのは、 エネルギーサイエンシズネットワークである。NASA は1980年代中頃、TCPIP に基づく NASA サイエンスネットワークを構築。世界中の宇宙科学者やデータ及び情報を、相互接続した。1989年、ディヒネットに基づくスペースフィジクスアナリシスネットワークと、TCPIP に基づく NSN が、AIMS 研究センターで、 相互接続され NASA サイエンスインターネットという世界初のマルチプロトコルのワンとなった。NSI は NASA の科学コミュニティに完全に統合された通信基盤がもたらすことを目的として構築された。高速で複数プロトコル対応で国際的なネットワークである NSI は世界中の2万人以上の科学者に接続を提供した。1981年 NSF は CS n e t を構築した。CS n e t は TCPIP でアー b ネットと相互接続し X25 上で TCPIP を動作させているが高度なネットワーク接続のない部門のためにダイヤルアップ式の自動電子メール交換もサポートしていた。この経験から NSF は MZF ネットを構築する際に TCP IP を採用した。5 6ロビット S のバックボーンが1986年に完成し、NSF のスーパーコンピュータセンターと全米各地の研究及び教育ネットワークを相互接続した。ただし、その利用はスーパーコンピュータの利用のみにとどまらなかったため、5 6ロビット S のネットワークはすぐさま過負荷に陥った。 1988年には1 5メガビット s に更新。ムズフネットの存在とフェデラルインターネットエクスチェンジの新設により、アーポネットの1990年の退役が可能となった。ムズフネットは1991年に4 5ガビット s へと更新され、 その後商用インターネットサービスプロバイダのバックボーン群が代替するようになって1995年に退役となった。インターネットという語は TCP プロトコルに関する最初の RFC である RFC675 インターネットトランスミッションコントロールプログラムでインターネットワーキングの省略型として使われ同義語として使われていた。一般にインターネットという語は TCPIP を使ったネットワーク全般を指す。1980年代後半、a r p ネットと NZF ネットが相互接続された頃、この後はそのネットワークを指す固有名詞インターネットとして使われるようになり、世界規模の TCPIP ネットワークを指すことになった。広域ネットワークへの関心が高まり、 その上での新たな用途が開発されるにつれて、インターネット技術は世界中に広まっていった。基盤となる物理ネットワークを問わない TCP、IP の手法は、既存のネットワーク基盤を容易に流用でき、例えば IPSX25 ネットワーク上で、インターネットのトラフィックを転送することも容易である。1984年、ユニバーシティカレッジロンドンは、 大西用横断の通信衛星リンクを TCP、IP オーバーイプスに置き換えた。インターネットに直接接続できない場所では、当時最も重視された用途である電子メールの転送が可能な単純なゲートウェイを設置することが多かった。常時接続できない場所では USP やファイドネットを使ってゲートウェイから電子メールを転送した。 一部のゲートウェイは単なる電子メールの中継にとどまらず、ユーアセピア、電子メール経由での FTP サイトへのアクセスも提供していた。最終的にインターネットに残っていた経路の集中する部分は除去された。ルーティングプロトコルは、イ g オ p プから新たなボーダーゲートウェイプロトコルへと置換された。これによってインターネットは、 メッシュ型トポロジーとなり、アーポネットの集中型構造から脱却した。1994年、アドレス空間を節約するためにクラスレスインテル、ドメインルーティングが導入され、ルーティングテーブルの大きさを低減させた。1984年から1988年までに、セルンは、同期構内の主なコンピュータシステム、ワークステーション、PC、 加速規制御システムを TCPIP で相互接続する作業を行った。セルンは内部ではこのネットワークサーネットを使い、外部との接続には非互換ないくつかのネットワークプロトコルを使うという状態をしばらく続けた。当時ヨーロッパでは TCPIP の広範囲な採用にはかなりの抵抗があり、セルンの TCP IP イントラネットは1989年までインターネットとは隔絶していた。1988年、アムステルダムの数学、コンピュータ科学センターのダニエル・キャランバーグが、セルンの TCPIP 担当者、ベン・シーガルを訪ね、ヨーロッパ側の u アセ p ネットワークを TCPIP に移行させる件に関して助言を求めた。 それに先立って1987年、ベン・シーガルは、当時まだ小さな会社だった、シスコシステムズのレンボサックと ITCP、IP ルーターをいくつか購入していた。そこで、シーガルは、キャランバーグに助言するとともに、シスコのハードウェアを進めた。これによって、ヨーロッパでのインターネットは既存の URCP、ネットワーク上で広がり、1989年に、セルンが、 TCPIP で外部と接続されることになった。それと同時に RIPE が結成された。RIPE は IP ネットワーク管理者のグループで定期的に会合を開いて共同作業していた。1992年 RIPE はアムステルダムで共同組合として正式に登録されている。ヨーロッパでインターネットが広がりを見せつつあった頃、オーストラリアでは X25 や u アセ p などの様々な技術を使い、国内の大学間やアメリカとの場当たり的なネットワークを形成しつつあった。国際電話も X25 の国際的専用線も高価だったため、世界的なネットワークとの接続は限定的だった。1989年、オーストラリアの大学軍が共同で、 IP プロトコルへの移行を推進し、ネットワーク基盤の統合を行うこととした。同年、アーネットを結成し、オーストラリアでの IP 専用ネットワークの基盤となった。アジアでは1980年代後半にインターネットが浸透し始めた。日本では1984年に u アセピのネットワークであるジュネットを構築し、1989年に ズフネットと接続した。1992年には、インターネット協会の会合であるイネット92を神戸市で開催している。シンガポールは1990年にテクネットを構築。タイでは1992年にチュラーロンコーン大学ガウネットとインターネット接続したのが最初である。技術基盤を持つ先進国がインターネットに参加する一方で、 開発途上国はインターネットに参加できず、情報格差を経験し始めていた。基本的に大陸ごとに、開発途上国は、インターネットのリソース管理のための組織を結成し、共同で通信基盤の拡充を進めていった。アフリカ1990年代初め頃、アフリカ諸国は、X25 イプスに依存しており、 2400BPS のモデムで U アセピを使って海外と接続していた。1995年8月、ウガンダのカンパラでインフォメールウガンダ、リミテッドが創業。1997年、コロラド州エイボンの NSN ネットワークサービスを買い取ってクリアーチャンネルサテライトとし、アフリカ発の TCPIP 高速衛星通信インターネットサービスを 開始した。当初は、ロシアの衛星会社、RSCC の C バンドを使って、カンパラとコロラド州を直接つなぎ、そこから、ニュージャージー州まで専用線で接続していた。当初の衛星接続は64キロビット、S しかなく、3のホストコンピューター1台と、US ロボティクスのダイヤルアップモデム12台で運用していた。1996年、 USAID のリランドイニシアティブにより、アフリカ大陸でのインターネット接続の開発を促すプロジェクトが始まった。1997年には、ギニア、モザンビーク、マダガスカル、ルワンダに衛星通信の地上局が建設され、1998年には、コートジボワールとベナンが続いた。アフリカでは、今もインターネット基盤の構築が続いている。モーリシャスに、 本部のあるアフリニックが、大陸全体の IP アドレス割り当てを管理している。他の地域と同様、運用に関するフォーラムである、インターネットコミュニティ・オブ・オペレーショナル・ネットワーキング、スペシャリストがある。高速通信施設を建設する計画や、大西溶岩から、光ケーブルを海底に付設する計画などがいくつか、ある。 北アフリカとアフリカの角は高速ケーブルで大陸間のケーブルシステムにつながっている。東アフリカでの海底ケーブル敷設は比較的ゆっくりしている。アフリカ開発のための新パートナーシップとイースト、アフリカサブマリンシステムが共同開発を計画していたが破綻し、それぞれ独自に行う可能性がある。アジアオセアニアアジア、パシフィックネットワークインフォメーションセンターは、 オーストラリアに本部があり、この地域の IP アドレス割り当てを管理している。アプニックが講演する運用者フォーラムとして、アジア、パシフィックリージョナルインターネットコンファレンスオン、オペレーショナルテクノロジーズがある。1991年、中華人民共和国発の TCP、IP 大学ネットワークトネットが、聖火大学で運用開始した。中華人民共和国と、 インターネットとの最初の相互接続は1994年のことで北京エレクトロ・スペクトロメータコラボレーションとスタンフォード大学の線形加速器センターをつないだものである。しかし中国は国全体でインターネットのコンテンツにフィルターをかけている。ラテンアメリカとの地域と同様、ラテンアメリカンカリビアンインターネットアドレス、レジストリが IP アドレス空間や他のリソースを管理している。ラクニックは、ウルグアイ日本部があり、ルートサーバーの運用なども行っている。インターネットの商用利用への関心は、厚く討論される話題となってきた。商用利用は禁止されていたが、商用利用の明確な定義はなかった。ユープネットと X25IPs には、 そのような制限はなく、アーポネットおよびインズフネットでのネットニュースの使用が公式には禁止されるという結果を招いた。ただし、管理者が目をつぶったため、一部のユーアセピリンクが存続した。1980年代末、最初のインターネットサービスプロバイダーが創業。シネット、ウネット、ネットカーム、ポータルソフトウェアといった企業が出現し、 地域の研究ネットワークへのサービスや代替ネットワーク接続手段を提供し、一般への遊うアによる電子メールとネットニュースの接続手段を提供した。アメリカ合衆国での最初の商用ダイヤルアップ ISP はザワールドで1989年に運用開始した。1992年、米連邦議会が Scientific and Advanced テクノロジーアクトを可決した。それによって NSF は研究教育コミュニティが、研究教育目的専用でない、コンピュータネットワークに接続することを支援可能となり、そのためズフネットを商用ネットワーク群と、相互接続することが許可された。商用利用を許すと、インターネットに必要とされる応能が失われるのでは、ないかという懸念があり、 研究教育コミュニティ内で論争が起きた。また、商用ネットワークプロバイダの間でも、政府補助金が一部組織に有利になるような不公平な配分をされるのではないかという疑念が生じた。1990年、アーポネットは新しいネットワーク技術に置換され、プロジェクトは終了した。シネットオルターネットサーフネット ANSCORE など、 多数の新たなネットワークサービスプロバイダが商用利用者にネットワークへの接続を提供していた。ムズフネットはもはやインターネットの唯一の基盤ではなくなっていた。コマーシャルインターネットエクスチェンジとメトロポリタンエリアエクスチェンジ、さらに後にはネットワーク、アクセスポイントがネットワーク間の主要な相互接続ポイントとなった。 1995年4月30日、NSF ガンズフネットのバックボーンサービスの講演を終了した時点で、最後の商用利用制限が撤廃された。NSF は NAP の立ち上げを支援し、地域の研究教育コミュニティが商用 ISP に乗り換えるのを、しばらくの間支援した。NSF はまた、VBNS を講演しており、 スーパーコンピュータセンター群とアメリカ国内の研究教育機関の相互接続支援を継続した。もう一つの重要な出来事として1994年1月11日に UCLA のロイスホールで開催されたザ・スーパーハイウェイサミットがある。これは、この分野の企業、政府、学会の主要なリーダーが一堂に会した初の公式な会議であり、 情報スーパーハイウェイ構想とその意味について国家的議論を開始したものである。インターネットエンジニアリングタスクフォースはインターネット技術の設計や進化に貢献している。ボランティアによる緩やかかつ自律的に組織されたグループである。インターネットの新しい企画の仕様を開発する主要な団体である。作業部会でほとんどの作業を行っている。 いろいろな間違った捉え方をされているが、インターネットを運営しているわけではない。IETF は、インターネット利用者が、よく採用している企画を策定しているが、インターネットを制御したり、ましてや監視したりしているわけではない。IETF は1986年1月、アメリカ政府が、資金提供している研究者らの市販機ごとの会議として始まった。 1986年10月の第4回会議で政府とは無関係の代表者が招かれるようになった。1987年2月の第5回会議で作業部会の概念が導入された。1987年7月の第7回会議には初めて100名以上が参加している。1992年に 専門家の会員制団体インターネット協会が創設され、IETF はその下で独立国際標準化団体として運営されるようになった。IETF の会議がアメリカ合衆国以外で最初に開催されたのは1993年7月、オランダのアムステルダムでのことである。2012年現在、IETF は年に3回の会議を開催しており、 1300名以上が参加することが多いが多くても2000名以下である。一般に3回に1回はヨーロッパかアジアで会議を開催している。アメリカが主国以外の参加者がおよそ50%であり、アメリカが主国内で開催される場合でもその比率は変わらない。IETF は出来事の集合体として存在しているという点で普通ではなく、 企業でもないし、取締役会も持たないし、会員制でもないし、会費も徴収していない。IETF に参加する近道は、IETF、または、作業部会のメーリングリストに参加することである。IETF のボランティアは、世界中から、そして、インターネットコミュニティの様々な部分から集まっている。IETF は、インターネットエンジニアリングステアリンググループと、 インターネットアーキテクチャ委員会と密接な関連があり、それらの監督下にあるとも言える。インターネットリサーチタスクフォースとインターネットリサーチステアリンググループは IETF と IESG とともに i a ブの監督下にあり、長期的な研究課題を扱っている。リクエストフォーコメンツはイア i a ブ IESG、IETF およびアートフの成果の主要な文書群である。 RFC1 ホストソフトウェアは UCLA のスティーブ・クロッカーが1969年4月に書いたもので IETF が誕生する以前のことである。それは本来アーポネット開発に関して文書化した技術メモであり、今は亡きジョン・ポステルがその頃の RFC 編集者を務めていた。RFC は様々な情報をカバーしており、標準化への提唱、 標準化への走行、標準、現状での最良の観光、実験的プロトコル、歴史、その他の情報などがある。RFC は個人や非公式のグループでも書けるが、多くはより公式な作業部会が作成する。ドラフト版を個人、または作業部会の議長が ISG に提出する。イアブに任命された RFC 編集者が、 IESG と共同で作業し、IESG から受け取ったドラフト版を編集し、書式を整えて公表する。一度 RFC として公表されると、決して改定されない。その RFC が記述している企画を変更する場合や内容が古くなった場合、改定版の企画や更新された情報は別の RFC として公表され、以前の RFC はオブソリートとなる。 インターネットの活動を調整する、中心的権限を最初に担ったのは、カリフォルニア州メンローパークのスタンフォード研究所の、ネットワークインフォメーションセンターだった。1972年、その業務は新たに創設された、インターネットアサインドナンバーズオーソリティが引き継いだ。ジョン・ポステルは、RFC 編集者としての役割と同時に、1998年に、 亡くなるまで IANA の責任者として働いた。アーポネットが成長するとともに、ホストを名前で参照するため、SRI インターナショナルからネットワーク上の各ホストに、ホスト t x t というファイルが配布されていたが、ネットワークがさらに拡大すると、この作業が面倒になってきた。これを解決する技術的手段がドメインネームシステムであり、 ポール・モカペトリスが考案した。アメリカ国防総省との契約により SRI の国防情報網ネットワークインフォメーションセンターがあらゆる登録サービスを取り扱い。ミル・ガブ・エドゥ・ーア・ル・ジ・ネット・コム・アスというトップレベルドメインの管理、ルートサーバの管理、インターネットの番号割り当てを行った。1991年、アメリカ国防情報システム局は それまで SRI が行っていた DDNNIC の管理と保守を Government Systems Inc. に引き継がせ、そこからさらに Network Solutions が下請けとして実際の業務を行うことになった。その頃、インターネットの成長の大部分は、軍とは無関係なところに起因していた。そのため、アメリカ国防総省は、 ミル TLD 以外について登録サービスの資金を提供しないことを決定する。1992年の競争入札を経て、1993年にアメリカ国立科学財団がアドレス割り当てとアドレスのデータベース管理を行うインターニックを創設し、3つの組織とその運用契約を結ぶ。登録サービスはネットワークソリューションズ。 ディレクトリお及びデータベースサービスは AT&T、情報サービスはゼネラルアトミックスが提供することになった。1998年、IANA とインターニックは組織改編され ICANN の監督下に置かれることになった。ICANN はカリフォルニアの非営利団体でアメリカ合衆国商務省との契約によりインターネット関連のいくつかの業務を行っている。 DNS システムの運用は民営化され、市場原理に任されているが、名前の登録は入札ベースで、受け負い契約され集中管理されている。1990年代以降、インターネットの統治と組織は、小取引にとっても、世界的重要性を持っている。インターネットの技術的側面を制御している組織は、古いアーポネットを監督していた、組織の後継組織と、 ネットワークの日常の技術的側面において意思決定を行っている現行組織とがある。ネットワークの管理者として正式に認められている一方で、彼らの役割と決定は国際的に監視、反対されることで制限されている。そういった反対意見により、ICANN はまず2000年に南カリフォルニア大学との関係を断ち切り、 最終的に2009年9月には長期にわたっていたアメリカ政府との協定の終了で自立性を増した。ただし、アメリカ商務省との契約上の義務は少なくとも2011年まで続いていた。インターネットの歴史は多くの点で ICANN が組織としてなす結果によって刻まれていくことになる。インターネットに関連した標準を形成する役割において、 IETF は、バータリ的な標準化グループとして機能し続ける。例えば、エプロネット時代から番号順に発行され続けているリクエストフォーコメンツを発行し続ける。IETF の前身であるギャズタスクフォースは、1980年代にアメリカ政府から資金提供されていた研究者のグループだった。最近では、世界的な必要性による 標準化が多く、例えば I18N 作業部会は国際化ドメイン名の標準化などを行っている。インターネット協会は IETF を資金面で支援し、ある面では監督的役割も果たしている。地球を周回する低軌道にインターネットのリンクが最初に確立されたのは2010年1月22日のことで宇宙飛行士 TJ クリーマーが初めて 国際宇宙ステーションから自力でツイッターに投稿を行った。これによりインターネットは宇宙へと広がったことになる。それ以前にも国際宇宙ステーションでは電子メールやツイッターを使っていたが、従来は NASA のデータリンクで地上に転送し、地上の人間が投稿や電子メールの送信を代行していた。このウェブアクセスは NASA がクルーサポート、 ランという宇宙ステーション内のランを経由して高速な空バンドマイクロハリンクを使って地上と接続している。ウェブを閲覧する場合、宇宙飛行士はステーション内のノートパソコンを使って地上のデスクトップコンピュータを制御でき、VOIP を使って地上の家族や友人と話をすることもできる。地球周回軌道より遠くの宇宙船との通信は ディープスペースネットワークを通した1対1のリンクで行われてきた。そういったデータリンクは人手でスケジュールし設定する必要がある。1990年代末頃、NASA と Google は新たなネットワークプロトコルである遅延体制ネットワークの研究を行ってきた。DTN は一連の手順を自動化し、宇宙空間に送受信濃度を配置した。 ネットワーク形成を可能にし、そういった濃度が天体の影に隠れたり宇宙船の影響などで一時的に通信できなくなることを考慮した技法である。通常の TCPIP プロトコルでは濃度が応答しなくなれば通信できないものとしてしまうが、DTN ではデータパッケージの再送を試みる。2008年11月、NASA はディープスペースインターネットと称する。 この技術の最初の実地試験を行った。このネットワーク技術は宇宙船と地球の通信のみならず、複数の宇宙船が参加するミッションでの宇宙船間の高信頼通信を可能にすると見られている。電子メールはよくインターネットのキラーアプリだと言われてきた。しかし、インターネット以前から電子メールはあり、インターネット誕生にあたっても、 電子メールは不可欠の存在だった。電子メールは1965年、メインフレームのタイムシェアリングシステムで複数の利用者間のコミュニケーションに使われ始めた。その頃の歴史は不明瞭だが、その頃、電子メール機能を備えていたシステムとして、SDC の Q32 や MIT の CTSS がある。アーポネットは電子メールの進化に大きく貢献した。 あるレポートによれば、アーポネットの誕生直後に、システム間の電子メール転送の実験が行われたという。1971年、レート・ムリンソンは後に、インターネットのメールアドレスの形式となるフォーマット、すなわちアットマークで、ユーザ名とホスト名を分ける形式を生み出した。電子メールの配送に関しては、インターネット以前から、 タイムシェアリングシステムのコンピュータ間で使うプロトコルがいくつか開発された。例えば、URCP IBM のビネット電子メールシステムがある。電子メールの転送はそういった方法で、アーポネット、ビトネット、NZF ネットといったネットワーク間で転送され、URCP で相互接続されたホスト間でも同様に転送されていた。さらに URCP は文書ファイルを 多くの人に読んでもらう、よう公開するのにも使われた。1979年、トム・トラス・コットとジム・エリスが、シェルスクリプトで書いた、ネットニュースのプログラムを、トム・トラス・コットとスティーブ・ダニエルがコンパイルして使用する、普通のプログラムに書き換え、それが広く使われることになる。そこにニュースグループと呼ばれる議論グループが生まれ、様々な主題が議論されるようになった。アーポネットと、 インズフネットでは同様の議論グループはメーリングリストを使う形で誕生し技術的問題やより文化的な話題が扱われたインターネット黎明期電子メールと類似の機構はオンライン接続できない人々がリソースにアクセスするのに必須だったユーアセピはファイルの配布にもよく使われオルト、バイナリーなどのニュースグループがその用途に使われていたまた アメリカやヨーロッパ以外の人々がファイルをダウンロードするために FTP メールが使われた。これは基地のゲートウェイに対して FTP コマンド列を記した電子メールを送って FTP の実行を代行してもらいダウンロードしたファイルを符号化断片化して電子メールで送り返してもらうサービスである。受け取った後はメールの内容をつなぎ合わせデコードする必要がある。 初期の Linux のソースコードなどは低速なインターネット接続しかない場合、この方法でダウンロードするしかなかった。Web と HTTP が一般化するにつれて、そのようなツールは徐々に使われなくなっていった。1980年代から1990年代初めにかけて、インターネットが成長するにつれて、ファイルや情報を整理して見つけやすくする。 必要性が徐々に分かってきた。g o f ァー、i イ e といったプロジェクトや FTP アーカイブの一覧を作るといった試みは分散して存在するデータを組織化するために行われた。しかし、これらの試みはあまり成功したとは言えない。この頃最も注目されたユーザーインタフェースパラダイムがハイパーテキストである。バネバーブッシュのメメックスに触発され、 テッド・ネルソンのザナドゥ計画やダグラス・エンゲルバートの NLS の研究で開発された。小規模の自己完結型ハイパーテキストシステムはいくつも開発されており、例えばアップルのハイパーカードがある。ゴーファーはインターネット上で広く使われた最初のハイパーテキスト型インターフェースとなった。ゴーファーのメニューはハイパーテキストと言えるが、当時一般にはそう認識されていなかった。 ティム・バーナーズリーがセルンで使っていたネクストキューブ。世界初のウェブサーバーになった。1989年、セルンに勤務していたティム・バーナーズリーは、ハイパーテキストの概念をネットワーク上で実装したものを発明した。これを無償で公開したため、広く使われる技術となった。ワールドワイドウェブの発展をもたらした業績により、 バーナーズリーは2004年のミレニアム技術賞を受賞。初期の人気のウェブブラウザの一つとして、ハイパーカードに習って作られたバイオロワットがある。ワールドワイドウェブの潜在的可能性のターニングポイントとなったのは、1993年のモザイクウェブブラウザの登場であった。モザイクは、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の米国立スーパーコンピュータ応用研究所で、 マーク・アンドリーセンの率いるチームが開発したグラフィカルなブラウザである。モザイクの開発資金は1991年高性能計算通信法別名ゴア法案に基づく高性能計算通信イニシアティブから出されていた。実際、間もなくモザイクのグラフィカルなインターフェースは当時基本的にテキストベースだったゴーファーより人気となり、 www がインターネットにアクセスする際の最も好まれるインターフェースとなった。アルゴアは私がインターネットを作ったと自分の役割を強調したが2000年アメリカ合衆国大統領選挙でのネガティブキャンペーンの材料にされた。モザイクは1994年スピンアウトしたアンドリーセンのネトスケープナビゲーターに世界で最も使われている。 ウェブブラウザの座を奪われた。その後1997年から Windows 98と抱き合わせで配布されたインターネットエクスプローラーがバージョン4に手逆転し他の様々なウェブブラウザも登場すると光景をモジラファ Firefox に譲り NetScape は2008年を最後に消えていった。2014年3月現在のシェアはパソコン向けでは Google Chrome が調査によっては首位もしくは2位となり、モバイル向けではサファリが首位である。ワールドワイドウェブが登場する以前から、インターネット上の情報を組織化する検索エンジンが存在した。初期の例として、マギル大学で1990年に開発された、アーチー、1991年のワイスとゴーファーがある。これら3つのシステムは、ワールド、 ワイドウェブ以前に開発されたものだが、その後ウェブも含めて、検索対象として何年か存続し続けた。2006年時点でも g o フ e r のサーバーは存在していたが、当然ながら、ウェブサーバーの方が多数存在していた。ウェブの発展とともに、ウェブ上のページを追跡し目的のページを探し当てる、ための検索エンジンとウェブディレクトリが作られていった。 最初の全文検索型のウェブ検索エンジンとしては1994年のウェブクローラーがある。それまでの検索エンジンはウェブページのタイトルだけを検索していた。他の初期の検索エンジンとしては1993年に大学のプロジェクトで開発されたリコスがあり、検索サイトとして初めて商業的成功を収めた。1990年代後半。 ウェブディレクトリでは Yahoo、検索エンジンではオールティビスタがそれぞれ人気となった。2001年8月までに Google が人気を集めるようになり、ウェブディレクトリ方式は検索エンジン方式に負け始めた。Google 検索は適合性ランキングの新たな技法を採用していた。ウェブディレクトリは今でも使われているが、検索エンジンの検索結果をベースにするようになっている。 2000年代初めはデータベースサイズが検索エンジンの重要なマーケティング機能だったが、それが検索結果を検索キーワードとよく適合するものから順に層として表示するという適合性ランキングの強調で置換された。適合性ランキングはまず1996年頃に大きな問題として取り上げられ、当時は検索結果全体について順位付けするのは 現実的でないとされていた。その後、適合性ランキングのアルゴリズムは洗練されていった。Google のページランク方式はよく引用されている。ページほど適合性が高いとするのが基本だが、主要な検索エンジンはいずれも結果の表示順序を改善する技法を改良し続けている。2006年の時点で、検索エンジンにおけるランキングは、極めて重要になっており、 検索エンジン最適化と呼ばれる検索ランキングを上げる技法をウェブ開発者が使うようになっている。一部の検索エンジンではランキング上位に表示される権利が販売対象になっており、司書や消費者運動家などの間で議論となった。2009年6月3日、マイクロソフトは新たな検索エンジンビングを立ち上げた。翌月マイクロソフトとヤフーは ヤフーが検索エンジンとしてビングを採用することで合意したと発表した。突然世界中の数百万人に低コストで情報を届けられるようになり、広告、通信販売、顧客関係管理など様々な分野で従来の召喚集を打ち破る可能性が生まれた。ウェブは新たなキラーアプリとなり、シームレスな低コストの方法で従来出会う。 はずのなかった買い手と売り手を一箇所に集めることができると考えられた。世界中の無双家たちが新たなビジネスモデルを考案し、近場のベンチャーキャピタルへと駆け込んだ。ビジネスや経済学の知識を持った新しい企業家は一部であり、大多数は単にアイデアを持っているだけで、資本流入を慎重に管理することができなかった。さらに、 多くの事業計画はインターネットを活用することを前提とし既存の流通経路とは競合しないだろうと仮定していた。もともと強力なブランドを持つ企業がインターネット上にも進出するとインターネット上の新興企業は立ち打ちできなかった。インターネットバブルは2000年3月に最高潮に達した。3月10日には ナスダックの指数は5048.62という終わり値を記録し1年前の倍になった。2001年にはバブル崩壊の影響が急速に進行する。多くの新興企業が利益を出すことなく集めた資金を消費して消えていった。それにもかかわらず商用利用に牽引されてインターネットはその後も成長を続けている。 ジュパターリサーチの調査研究によれば、オンラインアクセスする人口が38%増加すると仮定すると、2011年には全人口の22%の人々が定期的にインターネットを利用することになるだろうとしている。そのレポートでは、11億人の人々が定期的にウェブにアクセスしているという。なお、ジュパターリサーチの研究では携帯電話からのアクセスは、 含めていない。インターネット接続可能な最初の携帯電話は、1996年、フィンランドで発売された、ノキア9000コミュニケーターである。携帯電話の価格がさらに下がり、ネットワークプロバイダーが、携帯電話から便利に、アクセス可能なシステムやサービスを始めるまで、携帯電話向けインターネットサービスへのアクセスはあまり、広がらなかった。 日本では NTT ドコモが1999年に携帯向けインターネットサービスである i モードを開始したのが携帯電話向けインターネットサービスの最初とされている。2001年リサーチインモーションが同社のブラックベリー向けの電子メールシステムをアメリカで立ち上げた。片手で操作するのが一般的な携帯電話で 小さな画面とキーパッドを効率的に使うため、携帯電話向けの文書やネットワークのモデルとして、ワイヤレスアプリケーションプロトコルが策定され、多くの携帯電話向けインターネットサービスで採用されている。まず、日本、韓国、台湾といった東アジア諸国で、携帯電話向けインターネットサービスが成長した。その後、通常のインターネット普及が遅れていた、開発途上国。 インド南アフリカ、ケニア、フィリピン、パキスタンといった国々で携帯電話向けインターネットサービスが普及する。ヨーロッパや北アメリカではパーソナルコンピュータによるインターネットアクセスが普及していたため携帯電話からのインターネットアクセスの伸びはややゆっくりとしていた。2008年にはインターネットに接続する機器の台数で携帯電話が PC を追い越した。 開発途上国の多くでは、PC 利用者1人に対して、携帯電話利用者10人という比率になっている。携帯電話の加入数は2016年で約74億に達しており、人口普及率は99.7%に達している。インターネットの利用者数についても2001年からの15年で、 4億9500万人から34億8800万人に増加し、人口普及率では47.1%に達しているインターネットの歴史に関する歴史学的懸念が生じている。特に初期のインターネット発達に関わる文献を見つけることが困難とされている。これは文書を集中的に保管してこなかったことも一因である。 アーポネットの時代については、関わっていた主要企業の一つである BBN テクノロジーズが物理的記録を残しているため、比較的文書が整っている。ムズフネットの時代になると、極めて分散化されたプロセスとなった。記録は関係者の自宅の地下室やクローゼットに存在している。多くのことが口頭で行われ、個人の信頼に基づいて行われた。ダグゲイル。 ありがとうございます。